が作る100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。カラミシです。3月16日の朝でございます。はい、昨日髪切りました。はい、綺麗になったね。はい、可愛くなったでしょ。うんうん、はい、今日なんですけど、寝台を狙っていきますですね。はい、僕が北斗武装2の、ライトバージョンですね。うん、頂上決戦。はい、北斗は小当たりらしきがね、もうほとんどこけてるんですよね。北斗100列ランドも、うん、で北斗武装2もこけたし、ぶっちゃけだから、まあ正直どうなんだろうなっていうのはあるんですけど、個人的には好きなんでね。小当たりらしきも、北斗武装2も好きだったんで、割と、うん、楽しみにしてます。俺はね、戦国乙女、まあ、はい、ツイッターでね、ホランさんみんなに聞いたんだけど、うん、戦国乙女ってね、教わったんだけど、はい、ちょっと戦国乙女がね、座らないちょっと可能性があるんで、今日は確かにね、うん、はい、もしそれ座らなかったら、やったんは行くですね。ああ、そうですね。はい、やったんは、もう謎に包まれているやったんはに、はい、行かせていただきますね。はい、行きます。
手段を見つけた。
この子をカシュラの国まで運んでもらう。それはできねえ。私見せたね。
止めることはできない。
この体には北斗神拳が効かぬ。もう逃げ場はないやつ。我らの王に
できるはずだ。2は結構好きなんですよ。世間的には全然まあ正直ね沈んでった感ありますけど、なんかな、はい、僕は好きですよ。楽しいじゃないですか、いろんな演出豊富で。演出が好きなのね。好きですね。でも今回ね、新しい機能ついてますから、ラッシュ、コアテルラッシュ、あれよ、そうですね、そこが特徴ですよね。小当たりだしね。まあ、北斗の拳で言えばね、百裂乱舞が来て、で北斗エイトが来て、それも小当たりだしの機能が上がって、で今回のなんだっけ、頂上決戦、
戸当たりラッシュの、まあ、1回転あたりの獲得って多分さらにアップしてますね。ね、めちゃくちゃ増えるね、あれね。めっちゃ増えますね、199。うん、多分今日無調整で、多分あれ多分削るお店が多いと思うんですけど、プラスチックの部分をマイナスにするんですよね。はいはいはい。まあ、多分無調整か、僕らはちょっとプラスだったかなって思うんですけど、はいはい、うん、まあ1回転やったら2回パカパカするんですよね。そう、あれ斬新だよね、あれね、見たことないよね。うん、確かに見たことないかもしれないですね。うん、大体ね、1回じゃんね。はい、でしかも15昇級でしょ。うん、まあ増えるよね、それはね。増えるよね。うん、もうびっくりしたもんね、一番最初一玉入った時、はい、プラス15ってなって、はい、ってね、うん、まあそれは私が一緒だから、それそうだなと思いながら、はい、すげえ増えんじゃんって、うんうんうん、なったね。1回転あたり計算したら多分35ぐらい平均ぐらい取れちゃうんだろうね。取れちゃうでしょうね。ああ、某雑誌さんなんかはね、はい、1回転あたり12とかで計算したのかしてたけど、すげえ低めに見てる、見てますね。そう、うん、北斗8でも平均20とかですもんね。取れる取れる、うん、プラスが、はい、取れる取れる、はい、めちゃくちゃ増えてね。楽しいよ、ラッシュ入っちゃうと楽しいよ。ラッシュ、そうですね、ラッシュ通る、取ったら楽しいですね。うん、はい、だってさ、出玉、今日獲得した出玉のうちの半分が小当たりラッシュだからね。あ、出玉の割合的に。なるほどなるほど、確かにね。だいたい2万発ぐらい全部取ったんだけど、うん、そのうちの半分の1万発が小当たりラッシュだからね。なるほど、はいはい、すげえ力あるね。ですね。あ、はい、っていう、そんな感想でした。あと、技術解任の部分だね。あー、技術解任の部分ね、うん、はい。どう、まあ通常時はやっぱりステージが結構優秀なんで、ステージ止めしてしっかり回すっていうのと、これ小当たりらしい機なんで、うん、8分くらいに1回電柱消化していくんですよね。はい、はい、なのでまあ右に打って、うん、溜めていく、はい、っていうのが大事ですね。そう、だいたい6発7発打てば6発ぐらいかな、1回転回せる感じですかね。はい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 、そんな感じだね、はい。怖いのが、僕の台も新村さんの台も周りの台も含めて、うん、通常時に右で当たってるのはまだ一回道を目視では確認してないんですよ。あ、そうね、そうね、うん、でもまあ多分どっか当たる演出あると思うんでね。まあ ほぼあるでしょ。あるでしょ、ね、きっとね。はいはいはい、オクトエイトもね、あってきたし、ありましたよね、うん、はい、うん、これがなかったらちょっとびっくりだな、うん、でね、電池で当たれば、へそだったら5ラウンドしかないですけど、はい、10ラウンドも加わるんでね、うん、振り分けもいいですから。そうね、はい、うん、っていうのと、あと技術介入はそうですね、うん、あ、時短が終わって北斗8もあったんですけど、はい、アタックがパカパカ開くんですね。はいはい、北斗8は1回だったけど、うん、今回2回開くんで、はい、そこに弾を3個ぐらいぶち込みますね。だなあれは大きいと思いますよ。あれはね、相当大きいだろ、うん、3個入っちゃったらね、うん、45、43個は減らして42個純増、ね、うんうんうん、うん、はい、相当ね、4円だったらね、160でも増えちゃうんでしょ、デスカやってね、はい、うん、相当でかい、うん、でデーサポ中はまあ何だろう、増えることはまあそうないので、まあ、うん、減ったら1個打ちを繰り返すって感じですかね。そうね、うんうんうん、なんか図が止まったぐらいのね感覚でピッて1個出すみたいな、うん、ですね。小当たりラッシュ中の止め打ちもまあ多分エヴァほどはないんですかね。うん、打ちっぱなしになっちゃうのかな。うん、まあもういらないよね。うん、まあ、ね、動画見てくれた人はね、分かると思うんですけど、はい、頂上決戦のマークっていうの、図柄っていうの、うん、あれ来るまでもね、打ちっぱなしで問題なさそうだけど。ですね。うん、はい、と思います。うん、右打ちの時の強弱とかね、試してみたんだよね。ああ、結果まあ強め打ちの方が多分良さそうですね。そんな感じはするね。うん、強めの方がアタッカーがルートに向かいやすいので、うん、はい、増えるかなっていう感じですね。この台はカラオケから見て使える使えない使えるかどうか、はい、ま、結論まあまあ使えると僕は思います。そう、めちゃくちゃ使えるレベルではないですけど、まあ、ね、はい、ひねりもできない。うん、ね、はい、うん、ただまあ通常時に右で溜めれて振り分けいいので獲得できるとか、うん、さっきの、ね、うん、時短直後のパカパカ狙えるとか、はいはいはい、できるんで、確かに、で結構
普通の調整でも結構回っちゃうんですね。うん、そのイメージあるね。うん、まあ、ほんのちょっとクリア空いてるかなぐらいだったんですけど、西村さんの台が今日27回で、僕の台が 28.5 回回ったんで、ね、気持ち悪いぐらい回ったね、ほんとね。なんか、わかんないけどさ、まあ、無双のさ、釘と結構似たりしない？あの319の今日俺朝打ったから、なんとなく覚えてるからさ、はい、そういう感想になるんだけどさ、はい、あの、もしかしたら鎧依存がすげえ激しいんじゃねえかなって、あ、うん、いうふうに思って。なるほど。うん、北斗無双319のさ、はい、鎧ノーマルだとすげえ回っちゃうよって言ってるから。ああ、そうですね。うん、はいはい。で、まあ、ほぼほぼノーマルだったから、はい、頂上決戦の。はい。うん、だその影響もあって回っちゃったのかな。確かにね。うん、まだそこまで店はね、大きく閉めてないから、うん、北斗無双もね、時間が経ったらもう鎧がとんでもない方向にね、なってるお店が多いじゃないですか。すごいよね、某大手のお店とか、うん、ね、そうだ。だからまだね、そういう意地悪なクリアしてないのでね、うん、はい、あるかもしれないですね。そうね、はい、だしさ、思うんだけどさ、あの雑誌社が発表してるボーダーは高いじゃん。高めに設定してますよね。だね。で、おそらくボーダー相当下がるんですよ、この台、うん、普通に打ってたって、うんうんうん、だからね、それがあの世間に知れ渡るまでは、うん、ちょっとチャンスかもしれないです。確かにそれ、本当もうボーダー結構22から25くらいって書いてるところもあったりとか知ったけど、おそらく19くらいで打てるんじゃないかなって僕は思ってますね。 19.5 くらいかな、まあ。あ、あのね、下手したらね、もっと下がるじゃん。あ、ほんと、うん、18… 18いくか分かんないけど、まあ、それまで下がっちゃってもおかしくないんですね。そうですね、はい、コアタイラッシュが増えすぎなんですよ。うん、ですね、確かに。だからボーダーとかね、あの、あまり鵜呑みにした方がいいと思いますね。あの、ネットとか雑誌とか書いてあるのは。あ、それはほんとそうなんだ。はい、うん、でも信用できなくなったから、俺はさ、自分で計算したしたから、全部、うん、はい、ぐらいですからね。はい、はい、うん、今日は皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。また動画アップします。はい、バイバイ、はい。